今日も授業を始めるか。ん、なんだこのゲートは。普通のネザーゲートじゃないな。入るな危険って書いてあるし。すまない先生のやつ遅えな。ま、そのうち来るだろう。入るな危険って書いてあるけど入っちゃおう。あれ、なんか雰囲気変わった。あれ、なんか僕の生徒がおかしくなってる。小さいすまない先生が可愛いと思った人はチャンネル登録と高評価よろしく。ん、なんか僕の体めっちゃ小さくなってるんだけど。あ、ここに入ったから小さくなったのか。だったらもっといった。あー、なんなんだ。あ、誰だお前。ふん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 、貴様に呪いをかけた。呪いによってお前の体は小さくなり、夜になる前にこの学校を出なければ貴様は死ぬ。なんだって。それと貴様の生徒たちはお前が学校から出ることを妨害してくる。悪魔の呪いによって体を小さくさせられてしまったすまない先生。呪いを解くためには学校の外に出る必要がある。しかし学校の外に出るのを生徒たちが邪魔してくる。はあ、よくわからない呪いにかかってしまった。僕の姿は幼稚園児となり、しかも夜になるまでこの学校を脱出しないと僕は死んでしまう。まあ脱出するだけだったら簡単なんだけど、今回は僕の生徒たちがなぜか先生になってるんだよね。しかもかなり凶暴になってるらしいから、彼らに見つからずこの学校を脱出していきたいと思う。さてと、まずそこにいるのはミスター赤ちゃん。見つかりたくないから端っこからそーっとそーっと行こうね。こうしてればバレないんじゃないかな。おいサライ。ま、この声はサライ、ちょっとこっち来い。あー、バレないと思ったんだけどバレてしまった。こうなったら授業を受けるしかない。あー、すまない赤ちゃん先生。何をすればいいんですか。へえ、言っておくが俺の授業はかなり厳しいからな。だ、やばいな。一体どんな授業が来るんだ。それじゃあまずは手始めに牛さんを連れてこい。え、牛さんを連れてくるだけでいいの。結構簡単じゃないか。あ、てめえ俺のことバカにしてんのか。あ、いや別にそういうわけじゃないから、ちょっと待っていてくれ。牛さんはいた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 、あそこにいるから。そうだな、あそこにある小麦を取って。すまない、よし小麦を回収した。この小麦があれば牛さんを誘導できるからね。さあレッツゴー。牛さん、小麦、小麦あるか。ちょっと来てくれ。すまない。お、来た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 。さああとは赤ちゃんの元へ連れて行けばこれでクリアかな。オッケー、すまない、牛さんを連れてきたよ。おお、やるじゃねえか。じゃあ次はミルクを取ってこい。ミルクを取るってことはバケツがいるよな。バケツを作るためには鉄のインゴット3つ必要だからね。これを回収して3つ並べるとバケツの完成。よし、このバケツがあればミルクを取ることができる。なあ、つまない。よし、いいね、牛さんからミルクを取ることができた。ミルク取りました。よし、よくやった。じゃあそのミルクを俺に渡せ。ああ、わかりました。すまない。これであとは何をするんですか。俺は今からミルクを飲んで1時間寝る。だが絶対に逃げるなよ。お、赤ちゃん先生が寝た。今のうちに脱出しよう。全生徒7人のうち赤ちゃん先生を突破、残るは6人。起きてないよね。よし、大丈夫大丈夫。さあこっちから回って、よし、まずは1人目の生徒突破。まあできるだけ生徒たちには会いたくないんだけどね。ん、うわ、あそこにはミスターマネーがいるのか。となるとちょっと大回りになるけど、そうだ、プールの中から脱出しよう。よし、それじゃレッツゴー。夜までに脱出しないと死んでしまうからね。よいしょ。え、ねえ、ミスターレッドリー、ミスターブルー。おい、すまない、ミスターレッド先生。同じくミスターブルー先生と呼ぶように。ああ、わかりました。しまった、大回りしたつもりがまさかこんなところにいるとは。早速だがすまない、授業を受けてもらう。どんな授業を受ければいいんですか。
今そこに村人がいるだろう。で、村人の隣にチェストがある。あのチェストを盗んでこい。盗むんですか？それはちょっとまずくないですか？いいんだよ、すまない。早く取ってこい。ただし、バレたらお仕置きだからね。わかりました。まずいことになったな。バレずに盗むってのはなかなか容易じゃない。あれだけ近いからね。何か工夫しないと取れないわけだけど、ちょっとトイレ見てみるか。なんかアイテムん？これはあ、クワとかツルハシとか斧とか釣竿。この中でなんか使えるアイテムあるかな。あ、いいこと思いついた。これこれこれ、釣り竿あるじゃないか。これがあればバレずに取ることができる。よし、それじゃ早速プールにレッツゴー。村人さんはあっち側を見てるから、反対方向から回り込んで、これね、釣り竿を投げると、なんと、あー、すまない。お、引っかかったかな。よし、じゃあ引っ張ってみよう。すまない。あ、すごい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 。さあ、バレずに寄せることができた。すまない。ダイヤモンド、やばいやばい、27個もゲットしてしまった。これは臨時収入ゲットだ。あー、すまない。ダイヤ27個盗んできました。おお、悪くねえじゃねえか。だが、そのダイヤモンドは俺に渡せ。せっかく取ったのに渡しちゃうの？何言ってんだ兄貴、それは俺のもんだろ。は？こういったものはな、全部兄貴のものなんだよ。まあ、二人とも喧嘩はよしてくれ。は？てめえは先生じゃねえだ、ふざけてんの。立場ってもんをわきまえてもらわねえとな。あー、まずいな。この二人からはどうやって目を離そう。あ、そういえばミスターレッドは辛いもの好きで、ミスターブルーはアイスが好きだったよな。どうにかその二つを用意できれば注意をそらすことができるんだけど、ちょっと外を見てみるか。あ、すまない、ちょっとトイレ行ってくるんで。別にいいが、5分以内に帰ってこい。ああ、わかりました。じゃあこれあげます。さて、この5分の間にどうにか突破口を見出さないと。そうだな、これは粉砕機があるな。あ、これを使えばもしかしてアイスが作れるかもしれない。というか、これミスターブルーが設置した機械かもな。中身を見て、すまない。あ、やっぱりそうだ、氷が入ってる。この氷を真ん中に入れれば。すまない。ん、あ、完成した。これ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 、アイスクリーム。これがあればミスターブルーの注意を引くことができるね。そうだな、じゃあ次はミスターレッドが大好きな辛いものを作らないと。さーて、給食室にやってきた。ここだったらいろいろ揃ってると思うから、この中になんかあると思うんだよな。つまない。ん、あ、これはなかなかいいものがあるね。しかもちょうど激辛ソース、これがあるからね、ミスターレッドも満足するはずだ。じゃあまずはパンを焼いていこう。つまない、つまない。ただの、あとはね、時間が経てばトースターが焼き上がる。さて、パンは焼き上がるかな。あ、来た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 、焼けたパンが完成だ。そうしたらここにセットして、あとはトマト、ベーコン、キャベツ、そしてこの激辛ソースを加えて閉じれば完成。よし、サンドイッチだ。かなり辛いな、これは。よし、そうしたらこのサンドイッチとアイスを。すまない、この2つの料理作ったんだけど、ちょっとこの店で置いてくれないかな。へん、ただで置いていいの？いいよいいよ、置いてあげる。ありがとう。じゃあここにサンドイッチとアイスを置いて、よし、準備は完了。あとはこのお店のことをミスターレッドとブルーに言えば、しばらくここで待機するだろう。よし、それではね、ミスターレッドとブルーに会いでいこう。すまない、ちょっと遅れました。おいてめえ、6分だぞ、1分過ぎて。時間厳守だぞ、すまない。ああ、すまないけど、ちょっといいものを見つけたんだ。すみません、アイスクリームを一つ。おい、激辛サンドイッチ一つ。よし、完全に食いついてる。これだったら僕は注意を受けずに脱出できる。全生徒のうちレッドブルー先生を突破、残るは4人。おい、すまない、こっちへ来い。しまった、ミスターブルーとレッドに気を取られて、ミスターマネーの存在を忘れていた。
すまない、ミスターマネー。一体何の授業をするんだい？ミスターマネーではなく、ミスターマネー先生と呼べ。ああ、すまない、ミスターマネー先生。俺の授業はお金を稼ぐことだ。お金を稼ぐだって？どうやって稼げばいいんだ？今貴様に一杯の水バケツをやる。それを1000円で売ってこい。ただの水を1000円で売るの？さすがにちょっとそれは無理なんじゃないかな。いいから売ってこい。どんな手段を使ってでもいい。どんな手段を使ってもいいのか。そうだな。じゃあひとまずあそこに大量の村人さんがいるから、あの人たちに売ってみよう。あー、すまない。よかったら水を1000円で買う人はいないかな。あー、君喉乾いてない？水とかどう？うん、欲しい。ちょうだい。あー、でもすまない、この水は1000円するんだけど、それでもいいかな？は？1000円で水飲むとかありえないんだけど。あー、ダメか。じゃあ次の人、あの人行ってみよう。すまない、よかったら1000円でこの水買わないかい？いやいや、水とか無料のものでしょ、金出す必要ないわ。まあ確かにそう言われるわな。うん、じゃあ3人目。すまない、君いるわけねえだろポッケ。あー、ダメだ、1000円じゃとてもじゃないけど水を売ることができない。一体どうしたら売れるんだ？はあ、暑いなあ。ん？あれは焚き火を焚いてる村人さんがいるな。あ、いいこと思いついた。ここら辺の気温を焚き火を作りまくってあげれば、村人さんたちは水が飲みたくて仕方なくなる。そうすれば1000円で売れるかもしれない。それじゃあ焚き火を作っていこう。焚き火は確かあった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 、あの倉庫の中で大量に作れた気がするな。ちょっと行ってみよう。さあ、お邪魔します。頼むぞ。入っていってくれ。すまない。あ、やっぱりそうだ、焚き火を作るための素材が大量に余ってるね。木の棒と石炭と原木で。すまない。お、21個の焚き火が完成した。これだったらかなり気温をあったかくすることができる。さーて、それじゃあ今から焚き火を大量に置いていこう。すまない、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 すまない。暑すぎる、喉が渇いた。お、作戦通り喉が渇いているね。今だったら1000円でも売れるかもしれないな。あー、すまない、よかったらこの水飲まないかい？ただ1000円なんだよね。ちょっと高いが今は飲みたくて仕方がない。1000円でも出そう。ま、前であり。はあ、やっぱ暑い日の水は最高だな。ほら1000円だ。あ、すごい、やった、ただの水が1000円で売れた。はい、ミスターマネー先生、1000円で売り上げてきました。すまない。ほう、やるではないか。では次の授業だ。まだ授業続けるの？当然だ、俺の授業は今日の夜まで続く。まずいな、夜になると僕は死んでしまうからね。あ、てかさ、ミスターマネーってめちゃくちゃ弱いから幼稚園児の僕でも倒せるんじゃないか？はあ、この俺に勝とうなど100年早い。ブー、よし、ミスターマネーを倒した。今のうちに先に進んでいこう。じゃあ次、バナナがいるじゃないか。全生徒のうちマネー先生を突破、残るは3人。おい、すまない、こっちに来い。あー、バレてしまったか、行くしかないな。ってなんだかミスターバナナの後ろにとんでもない奴がいるな。なんだろうこれ。遅いぞ、すまない、今からお前にはこの後ろにいるレッドストーンゴーレムを倒してもらう。そんなでかい奴、無理ですよ、倒せないっすよ。無理だと言うならできるまでやらせるだけだ。ああ、かなりスパルタで厳しそうだ。もうやるしかない。これって素手で戦うんですか？もちろん武器は用意してある、それを使ってみる。武器っていうのはこれか。すまない。ロケットランチャーが入ってる。あ、確かにこれだったら一撃で倒せるかもしれないな。さあ、ロケットランチャーで一発しかないからな。これで倒せなければ僕の負けだ。さあ、頼むぞ。ああ、すまない。全生徒のうちバナナ先生を突破、残りは2人。や
ちょっとロケットランチャーの威力が強すぎたな。よし、あと2人、ミスターブラックと銀さん、できれば出会いたくないけど出会わないためにそうだな、ちょっと工夫して体育館の裏から出ていこうかな。すまないって、まあ、しまった、ミスター銀さんいるじゃないか。おい、すまない、こっちに来い。はい、何ですかミスター銀さん先生、今日は何やるの？それでは今から作ってもらうのは横向きのネザーゲートだ。すまない、あー、やっぱダメか、横向きにはネザーゲートを作れない。いや、待てよ、あのアイテムを使えばできるかもしれない。あった、リスポーンアンカー、これとグローストーン、この2つがあれば横向きのネザーゲートに見せることができる。よし、それじゃあこれリスポーンアンカーを6つ設置していこう。来ない来ない、よし、オッケー。ただこのままだと何なのかわからないから、この中にグローストーンを入れて、来ない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 、よし、これで横向きのネザーゲートは完成のはずだ。来ない、今日は建築を作る日なんだろう。そしたら自由に1個僕に作らせてくれないか。まあ1個ぐらいだったらいいだろうかな。さあ TNT を設置したら、いよいよこの周りを囲んでいこう。トライ、そうしたらあとはレッドストーンダストをこういう風に引いていってと。さあ、あとはラストボタンを設置して、ここに立ってボタンを押せばうまくいくはず。さあ、トライ、お、どうだ、これで一気に上まで。トライ、あ、いっけどちょっと上が天井だな。上を破壊しておこう。さあ、TNT キャノン自体は完成した。あとはミスター銀さんも誘導するだけだ。ミスター銀さん、完成した、僕が作った TNT ジャンプ台だ。お、これ気持ちいいじゃないか、ぷかぷか浮かんで夏はいいよな。いや、いいですよね。あー、どうだ、僕ちょっと見せてないギミックあったんで見せていいですか。お、いいぞ、とっておきのギミック見せてくれ。じゃあ言いますね、スイッチオン。すまない、え、なにこれ、え、ちょ、おい、全生徒のうち銀さん先生を突破、残るは一人。よし、あとはミスターブラックって、まずい、もう日が暮れそうだ、早くしないと、これは僕が死んでしまう。あ、あった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 、ここを越えればミスターブラックに会わなければって、わ、マジか、やっぱり待ち伏せをしていたか。すまないくん、一体どこへ行くのかな。まあ、ちょっとあの、僕今日払いたいんで早く帰っていいかな。ダメですね、ちょうど実験台が一人必要なので来てもらいましょう。まずい、これについていったら絶対にやられる。あ、待てよ、確か屋上にあのアイテムがあったはずだ。なあ、すまない、ミスターブラック先生、ちょっと腹が痛いんでトイレだけ行ってきていいですか。仕方ない、3分以内に戻ってこい。わかりました、よし、それじゃあ今から急いで屋上に向かおう。あれはないのか。あった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 、これだ、パラグライダー、これがあれば脱出することができる。よし、これを使って、すまない、おすごい、空を飛ぶことができる。さあ、けどこのままじゃ逃げきれないからな、さっきミスター銀さんに使ったあのジャンプ台を使っていこう。あった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 、まだ弾は残っているはずだ。じゃあここに、よいしょ、上に乗ってと、このボタンを押せば、すまない、さあ行くぞ、パラグライダーを使って、あー、すまない、どう、すごい飛んだ。あとはパラグライダーを使って、どう、いけるいける。あー、けどちょっと待って、これ緑ゲージがゼロになったら落ちちゃうんだよな、だからちょっと節約して行かないとダメだ。よいしょ、いけるか、まずい、いける、だだだだだ、あぶれ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 、だそれ、お、ミスってしまった、うぅ、これで呪いが元に戻ったということで、今回の動画は以上だ。この動画が面白いと思ってくれた人はチャンネル登録と高評価よろしく。